東京犬の秘密基地ナウ始まるよ。台風が近づいてきて微妙な天気、どうも犬の秘密基地です。今朝はだいぶ雨が強かったんですけども、ちょっと小降りになってきたところで、ワンちゃんたちが集まってきてくれました。トイプードルコンビのロイくんとメルくん、カラフルポンデリング、マルペキのバノくんは、やってきてすぐにゴロゴロし始めちゃってます。今日はご機嫌な様子ですね。引き続きお泊まり中の、ポメプーのいちごちゃんと、バノくんのホワイトコンビですね。そこにロイくんがやってきて、バノくんがお尻の匂い嗅いでますね。で、コマルちゃんもいます。コマルちゃんのアップフン、ミニチュアダックスのコマルちゃんと同じくミニチュアダックスのスアマくんもいますね。東京ダックスコンビとトイプーコンビですね。ロイくんは前足がビシッと揃ってますね。それではメルくんはおやつを食べプーですね。スアマくんとロイくんがすごく見てますね。ではスアマくんにもおやつをあげるので食べてくださいね。ロイくんとフーさんのプレッシャーがちょっと強いですかね。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。